こんにちは、ドクターネックスです。本日6月1日、撮影は5月31日22時、に行っております。5月の29日から極限強盗力属性強化が始まっております。で、今回はこんな風にやったら安全にクリアできるんじゃないかということをお勧めしたくて動画を撮影してみました。まずメンバー紹介、ドクターネックスとティーラとレプリカと申します。はい、プラスよろしくお願いします。ヒロさんですね。じゃあとりあえずまず召喚しましょう。 ID がですね、439672 439672、今回は近接1人に遠距離3で組んでいました。僕1人で十分だ。ノイトラがいればね、近接は問題ないと思います。で、装備はね、みんなチャッピー済みでやっています。で、イサネ以外は通常特化、イサネはクールタイム短縮というような形で、はい、じゃあ時間もないんでとりあえず行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いや、金チャッピーいいなあー、当てられない自分が悔しい。一応今回重要になるのは、まあ、近接の攻撃力と、あとは僕的には、イサネが最重要だと思ってます。だらすんなよ。責任重大だ。1ステージ目、近接はこの近接しか効かない敵をメインに、これ なんていうフォローか名前わかんないんだけど、遠距離飛び道具出してくるめんどくさいやつと、あと青ブンブン丸、こいつは厄介だ。マーケットブンブン丸黒はガードブレイクすれば攻撃が通りますね。そうですね。で、この1戦目ボスは、あの遠距離はね、ボスにしか攻撃が通らないんで、大体ブンブン丸黒はいるけれども、ランマチとかでもたまに一緒に、なんか遠距離が一緒にいると厄介ですからね、特に相手にいると。特に遠距離はボスに集中したいのに急に横から邪魔されたりとかするんで。クッカ後ろか。クッカ終了。終わった。よし行こう。腕が欲しいですそうね、確かに。2ステージ目は、遠距離が頑張るところ。腕の見せ所だね。あ、また凝った凝りすぎですよ熱血先生、氷でも食べたんですか？バリバリ食ってたわそれで、僕はノイトラの、黒ボディに、この次に敵が湧くときにやってます。あとはここで気をつけるのは、左側に、凍結が来るんで、そいつの補充食らわないように気をつけて。そうですね。てか、熱血で燃えすぎじゃないですか、さっきから。いや、あのここはあんまり、そう、俺体力バカだからあんまり範囲は気にせずに敵にだけ集中してる。お、でもゾマリが溶けるの早いな。頑張ったよ。早い。さてと。よし、もうちょい。よし、オッケー。あともうちょいだ。オッケー。こいつだ。行きましょう。さて。よし、3面来たか。ここはどっちも頑張るんですね。踏ん張りどころですな。ブルゴーニー厄介だな。ブルゴーニーってどれですか？あのでかい、でかくてバラ打つやつ。そう。このブンブン丸のやつの名前忘れちゃったんですよね。カニ爪の名前がリッパーホローって名前なんですけど、でかいカニ爪のやつ。こいつは違いますね。なんだっけ。本当に忘れちゃったんですけど、今の赤ガードのやつですね。
で氷飛ばしてくるプテラみたいなやつが確かレイブンホローって名前だったんで。全然覚えてない。詳しすぎる。いやなんか何でしたっけ、なんかイベントとかでホローがボスの時になんかそういう名前出てくるじゃないですか。あのでかいやつのやつだっけ、名前忘れちゃったんで後でストーリーで確認します。こっからが大変だ。さあ問題の第4ステージですね。ここは、ボスのノイトラが非常に厄介で、ここで死ぬ人が多分一番多いと思うんですよね。狭いステージで超攻撃されたら逃げられようがないですから、ね、しかも移動するからね、ここなら大丈夫だろうと思ったらあのぐるんって移動してきて当たって死ぬっていうことですね。降臨クエスト当時の初っ端のひどい時だ。でここで今、この後で、あ、しびれてる。なんかしびれ薬でも飲んだんすか。ここで、イサネはこの左下で待機をお勧めして、ノイトラが出てきたらすぐに撃って、さらにノイトラで防御を低下、あとは殴る、ノイトラが殴る、そうするとあっという間にノイトラに何もさせずに終わります。素晴らしいです。あとテスラか、まだテスラか、よし行けで、結構イサネの必殺技が当てづらいんで、これはちょっと練習が必要だと思います。自分たちも結構やっちゃいましたからね。最初なんで当てねえんだよって思ったら、使ってみたら分かる、すげえ難しい。あの必殺技打った瞬間に違う方向向いててあれってなってくるが多いから、逆にあのなんか完璧に当てるイサネがいたらすげえ練習したんだろうなって思ってあげてください。もう尊敬しますよね。いや本当に。スプラッシュオンたちが来たか、頑張れ。おお、いいんじゃないですか、さすが。一度も行ってる。この石田の必殺技もなかなか2体に当てるのが範囲が狭めなんで、全体じゃないんでちょっとコツがいるんですよね。暴力アイゼンみたいになっちゃいますからね、下手したら。そう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 、よし任せろ任せろ、当たったかな、オッケーです。よし、あやべ、こうだ、危ない危ない、超攻撃受ける前に逃げれて助かった。よく超攻撃受ける前に凍らされて全く逃げられなくてやられたことが多かったんで、あるあるある、もうあるあるですよね。どこだどこだ、ボスどこだ、今グリム城下にいます。危ない、超攻撃受けようとしてる。よし、グリム城さん倒した。早い、終わりかな、終わってる。お疲れ様でした。最後俺何もできなかった。お疲れ様です。はい、お疲れでした。よし、まあまあドロップは渋めですけどね、まあ渋いですな、まあ、6分22、まあまあ平均的ぐらいじゃないかね、俺らの中で。だいたいまあいいんじゃないですかね、だいたいこんなもんだよね。で誰も死なずにこんなもんであれば十分かなと。でイールホルトと、シャウロンに対してはあのうまく当てるのはまあ2人が近くになった時にっていう風な、ここで絶対当たりますなんてのはないんですけど、グリムジョーと、ウルキオラ戦に関してティータクお願いします。グリムジョーとウルキオラが出てきた瞬間にマップの右上または左上の方に移動していただいて、まあ、そこで一打の必殺技を当てると無事2体に当てることができます。これも結構いろいろ乱待ちで検証したんですけど、そこで当てればほぼ確実に 100% 当たると思います。俺もね、その言われて試してみたら確かに実際当たるね。その2人とも超攻撃から入るから動かないから当てやすいよね。まあ当てやすいんですよ、うん、まあ、これが例えばさっき言ったイールフォルトとかグリ、シャウロンとかになってくると開幕動いちゃうんで当てづらいんですけどね。そうなんだよね。だからまあよいしょ、シャウロンとイールホルトに対してはもう完全に石田の腕にかかってるってところで、で最後の方は、場所さえ分かってしまえば、必殺技でしっかりと2体に当てることができると思います。あとはイサネのポイント、何かレプリカ君どうですか。左下の角から
湧いた瞬間ノイトラに向かって走りながら打つって感じですかね。そうだね、その、人によっては右下ず完全な右下でやるとそのテスラも一緒に巻きれるよとも言うんだけど、俺も実際試してみてやりやすかったのは左下待機で右に向かって打つって、そのノイトラに走ってって打つっていうのが一番俺も当てやすかった。そうですね、変な方向向いちゃいますからね。そう、あの右でうまくできる人はよりあのよりいいと思う。確かにそのノイトラテスラを両方とも麻痺させたら攻略が非常に楽になるとは思うんだけどね。現状安全性を考慮した状態だと僕らはこんな感じかなというところですね。まあそれが一番理想ですよ我々にとっては一応あとはノイトラ2とかで試してみると結構ね殲滅力が高すぎてあの近接が暇になります。暇なんですよね、あの遠距離の人まだって感じで待つ時間が多くなるんで僕としては近距離2よりは近距離1で遠距離3でいいんじゃないかなと思ってます。あとはバラガンとかは結構ありで、いやまあ道中の殲滅力がないからちょっと微妙かもしれないんだけれども、バラガンはあの必殺での弱体で僕としてはチャッピー済みでいいと思うんだよね。必殺技の威力じゃなくて弱体が入ればいいっていうところだから、道中の殲滅力を上げるためのチャッピー積んで、必殺技打って弱体でノイトラに殴ってもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。道中火力がないとその分だけでも時間かかっちゃいますからね。そうなんだよね。だからここら辺は、石田を選択したのはあの通常特化にできて道中の殲滅力が高い、そして、チャッピーを積んでても火傷でダメージが与えられるっていうところからの石田の選択でした。まあ、石田持ってない場合例えば飛び梅とかねは、まあ、一つありなのかもね。飛び梅も結構友人とか使ってましたけど、まあ石田がない場合は、まあ、火傷も使えるんでかなりおすすめかと思います。そうだよね。でまあイサネは一人は欲しい。僕はイサネ。これはこれは絶対、女の子は重要ですからね。ねえ、でもじゃ女の子だけどヤチルだとあの攻撃が全部赤だからそのなんだ遠距離型に通りにくいっていうのもあって、できることならば、まあ、イサネがいいなっていうところですね。まあ、ヤチルは正確に言ってしまうと通常攻撃だけ青なんですよ。これがちょっとクセモノで。そうだから通常攻撃のみしか通んないから、できればイサネが回復役としては適任かなと思います。なとこうかな。とりあえず、まだちょっと、ね、続いていきますんで、これからも皆さん教育元教頭頑張って筆集めていきましょう。じゃあ今回はここまでにしましょう。以上ドクターネケッソティーラとレプリカでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。